えー、それでは、えー、講習会の、えー、講義の内容に入っていきたいと思います、えー、私のパートでは、えーまあ、スライドを使いながら、えー、データベースの使い方ですとか、えー、そういったものをご紹介していただきますでまた実際に手を動かしていただくような実習というものも中に、えー、組み込んでいきたいと思いますで、えー、全体の目次このようになっております右下の方に、まあ、今申し上げたような 注意事項を掲載させていただいておりますが、えー、ハンズオンで,で実施を行っていきますが、その際にですね、時々、えー、ウェブページの反応が遅いこともございます。ただ、その時にですね、あに反応が遅いからといって、えー、ガチ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 クリックをしてしまうとですね、えー、余計事態は悪くなってしまいますので、えー、確実にクリックしたのに反応ないなと思った時には、えー、少しお待ちいただければと思います。さて えー、本日の資料置き場ですが、えー、こちらはです、ね、ブラウザ立ち上げていただいて NBTC アジャックス登場以来もしくは投資番号で63というのを振ってありますのでアジャックス63でけ検索していただきますと、えー、おそらく本日の講習会のページに行きますでその講習会のページの中、えー、下の方にですね講習資料はこちらのサイトをご覧くださいというご案内ありますのでそのこちらの部分をクリックしていただきますと 本日の講義資料すべて全件載っているページに飛ぶことができます。でこちらですね、えっと、適宜使用してまいりますので、いちいちこのページまで戻るの大変だなと思われる方は、本日の講習会を通じて、この一つタブでこのページを開けっぱなしにしておいていただいて、 まあこの先のいろいろ見ていくときにはまた新規なタブを開いてもしくは新規なウィンドウを開いてという形でやっていただくと便利かなというふうに思います。それではいよいよ内容に入っていきますがまずは JST と NBDC それからデータ共有の取り組みについてということでお話をさせていただきます。私たち NBDC がどのようなことで事業を行いまたこの講習会を 開催ししてていいいるかととうことをお話しさせていただきます私たち NBDC ではですね、ライフサイエンス分野のデータベースを統合するということを目的として授業を行っております。でその授業について、これまでの取り,組み取り組みについて簡潔にちょっとお話ししたいと思います。この図はですね、本日お配りしたパンフレットの裏面にも載っておりますので、後ほど詳しくはご覧いただければと思います。で 大きく流れを、えー、見てまい、えー、りますとまずは2000年に、えー、ゲノム情報科学における我が国の戦略についてという、えー、提言が出ておりますこちらヒトゲ,、えー、ゲノムの解読等をはじめとする、まあ、世界的なゲノム科学の進展というのがまさに進んでいた、えー、時期ですので、えー、そういったものを受けて日本でも、えー、そういったゲノム科学の推進を行うべきではないかということを、えー 歌ったものですで、まあこちらを受けまして、えー、2001年には、えー、私ども JST の方にまずはバイオインフォマティクス推進センターというものが設立されております、えー、さらにその後2005年になりまして、えー、我が国におけるライフサイエンス分野のデータベース整備のあり方についてという提言が出ています つまりです、ね、データベースがいろいろできるのはいいけれどもそれぞれがバラバラに存在しているのではその使いにくいのではないかとデータベースがきちっと統合して使いやすくしていかなければいけないのではないかという提言でしたの、ね、でこちらを受けて各省においてそれぞれぞごとにデーータベースの統合プロジェクトとということが動き始めておりますでその中で文部科学省でも2006年には情報システム研究機構中核機関として統合データベースプロジェクトが開始しております。 でさらにですね2008年になりまして統合データベースのタスクフォース報告書というのが出ましてこちらの中ですでに JST にあるバイオインフォマティクス推進センターと文科省の方で作りました統合データベースプロジェクトの方で一体化して進めていくべきではないかということが提言されましてそちらを受けて2011年の4月より JST の中で私たちバイオサイエンスデータベースセンターが活動を開始しております。でこちらでは先ほど各省庁ごとでのデータベース統合というふうに申し上げましたけれどもさらにその省を横断してその省ごとの縦割りにせずにきちんと省庁を超えてデータベースの統合を進めていこうということで事業が開始いたしました。 私たちが推進しているデータを共有するということの意義はどういうものかということをそちらに載せております。研究をしている皆様、もちろんすでに十分ご承知だとは思うんですけれども、科学の世界において何か新規な主張を行う際には必ずそれを裏付けるエビデンスの提示というものが必要になります。つまり本来的に科学の世界においてはデータというものは共有していく、知識を共有していくというのが その本質となっておりますデー,タがデータを共有することによってその実験がきちんと再現できるか真理であるかということを確認するための再現性,を再現性であるとかデータ自体が間違っていないかということを検証するための透明性で当初の研究とはまた違った観点からの再解析ですとか教育目的での利用といったデータの再利用と。 また近年では次世代シーケンサーのデータですとかもしくは各種の画像データといったようにこれまでの技術では取り扱うことの難しいデータが大量に生産されていることからデータを共有することによって新しい解析技術の開発を促進するという意味合いもデータ共有は持っているかと思います。でまた特にこちら欧米において よくく言われれることですけれども研究費の多は税金によって行われた研究の成果であればそれは、えー、すなわち市民のものであって、えー、それを手に入れるために、えー、再び税金を投入することは、えー、行ってはいけないということで、えー、市民は二度税金を払わないというような言い方をするそうですけれども、えー、なるべく公的資金を投じたデータは、えー、共有していこうという考え方が持たれております。 でそういったものが世界的な潮流として言われるようになってきているというのは今こちらに紹介したスライドに載せてありますそういった際のキーワードとしてオープンサイエンスということが言われております2013年には G8 の科学大臣会合の共同声明として論文のオープンアクセスに加え研究データのオープン化をということがうたわれております これまで,です、ね、公的資金で行われた成果を論文化した際にはその論文に対しては自由にアクセスするできるようにしようという動き、えー、つまりオープンアクセスの議論というものが盛んにされていたわけですけれどもこちらではさらに一歩進んでその論文の裏付けとなる研究データについても共有しようという声明が出されております。これを受けて各国での議論が活発化しまして日本においても内閣府の 国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会において集中的な議論が行われまして2015年の3月に報告書が出ておりますその中ではオープンサイエンスというものをこちらに紹介しているような位置づけにおいていると公的研究資金を用い,て用いた研究成果について 科学界もとより産業界及び社会一般から広く容易なアクセス利用を可能にし地の創出に新たな道を開くとともに効果的に科学技術研究を推進することでイノベーションの創出につなげることを目指した新たなサイエンスということをうたっております。今ご紹介したのは世界的にそして近年のオープンサイエンスに向けての動きですけれどもそもそも JST の方では 事業として科学技術の進行を進めるというミッションを行っておりますその際3つの柱として研究開発戦略を立てる科学技術イノベーションを起こす科学技術イノベーションの基盤を作るという3つを掲げておりますでこの中科学技術イノベーションの基盤を作るという項目の中に科学技術情報知識インフラの構築というものが 含まれておりますのでこういったものをもとにしてバイオサイエンスデータベースセンターが JST の中に設立されております。じゃあちょっとその NBDC のことについてさらにご紹介させていただきます。私たち先ほど申し上げたように2011年4月に設立されましてその目的は生命科学分野におけるデータベースを使いやすくすることとしております。 それを実現するためにデータベースを研究開発するための戦略を立てたりデータベース自体の充実化を行ったりそういったデータベースの公開を行うための場所を作ったりサービスを運営したりということを行っておりますで、まあ、ネット上でデータを公開するということは当然国内に限るということはなかなか難しいわけですから海外からのデータ利用にも対応が必要になってきますし でまた海外ではすでにいろいろな機関からデータが公開されているわけですのでそういったものを使いやすくするということで海外との連携ということも行いながら事業を進めております。でこちらの図もパンフレットにあるものなんですけれども先ほど申し上げましたように私たちデータベースに関する基盤技術の開発というものとファンディングプログラムを通じて生命科学の各分野ごとのデータ統合を進めるということを行っております。 下の紫色の部分でご紹介していますのは今申し上げたうちの校舎の方で生命科学のさまざまな分野においてそれぞれその分野での先生方にその分野のデータを取りまとめる中心となるようなデータベースを構築していただくということをファンディングプログラムで行っておりますその内容としましてはまあ倒査であるとかタンパク質メタボロームプロテオームもちろんヒトゲノムの変異情報といったような デーータベースの構築を支援しておりますでまた右上の方を緑色で紹介しておりますところではそういったデータベースを統合するための基盤となるような情報技術の開発を NBDC との共同 NBDC と DBCLS の共同研究で行っております。こちらもお配りしたパンフレットの中の図で詳しいところはご覧いただければと思います。 私たちのセンターでは、例えば NCBI が行っているような、そのデータを1か所に集めるような中央集権的なデータの統合ということではなくて、分散しているデータベースを情報技術を用いて統合的に利用する、えー。バラバラの物理的に分散しているものを利用の面では統合的に使うということで、連邦型の統合データベースを目指すということを掲げております。 ではこの先は NBDC が提供しているサービスについて具体的に先ほど挙げた項目の中でいきますとデータの公開ポータルサイトや関連サービスという部分を説明していきたいと思います NBDC で提供しているサービスというものは以前から指摘されていた生命科学分野のデータベースに関する問題点を少しでも解決しようということはもとになって行っておりますのでじゃあまず 問題点というものはどういったものがあったのかということをこちらで紹介しておりますまずそもそもデータベースは公開されているよといってもどこにどんなデータベースがあるのかがなかなかわからないひょっとしたら自分が欲しいデータしかもそれは自分がメインで欲しいわけではなくてひょっとしたら何かのリファレンスとして必要であったりとか何か確かめておきたいということで必要だったデータであってもひょっとしたらすでに誰かはどこかで同じ実験を行って公開しているかもしれない。 そのデータを用いれば自分は、えー、自分のメインの実験に集中することができるかもしれない。けれども、えー、実際どこにどんなデータがあるかわからないということが、えー、一つ問題として行われておりました。またデータベースが公開されていてもですね、なかなかその複数のデータベースを、えー 横断的に検索することができないと結局あっちのデータベースに行って検索してまた同じ文字列を違うデータベースに行って検索してということであっちに行ったりこっちに行ったりしかもそれぞれのデータベースのインターフェースが違っているからいちいち使い方を勉強しないといけないっていうようなことも問題としても挙げられておりました。失礼でまた一、ね、一つ一つ検索す するのではなくて公開されているデータセットに対して丸ごとデータダウンロードして自分の手持ちのデータと組み合わせて使いたいという要望もありました、えー、例えばまあ企業の方とかですとその、えー、データベースにアクセスしてそこでどんなものを検索したかというものが、えー、他のサーバーで行うことが難しかったりもしくは自分の手持ちの大きなデータと組み合わせて使うためには是非ともダウンロードして自分の手持ちでローカルで作業する必要があったりと、えー、いうこともありました ということで、こういったものに対して NBDC ではデータベースのカタログでデータベースの一括検索3番目の項目としましてはデータの一括ダウンロードをできるというようなそれぞれの問題解決としての仕組みを開発しておりますこの後各サービスについては詳しくご説明しますし 実際に手を動かす簡単な実習も行っていただきたいと思っております。その前にもう少しだけデータを利用する際の問題点として寄せられたご意見をご紹介したいと思います。でせっかくさまざまな方法で使えそうなデータを見つけたとしてもそこに、えー、はま,まだまだこんな問題があるよということを私たちアンケート等でご意見を寄せていただきました。 ま,あまずそもそもどんなデータが入っているのかわからないで。多種多様なデータが入っていて、しかもデータの項目の説明というのがデータベースによってバラバラであったりとか、不十分であったりとかするために、そのデータは一体どういう条件で行われていたものなのか、どういうふうに解釈すればいいデータなのかということはなかなかわからない。同じようなことですけれども、そのデータセットの中に、じゃあ果たして自分が必要とするデータが入っているかがなかなかわからない。 何か、えー、キーワードで検索してみたけれども見つからなかったときに本当に、えー、それで十分探せているのか、えー、少し探し方を変えれば見つかるのではないかということはなかなかわからないまたですねせっかくじゃあデータを自分の使いたいデータを見つけたとしてじゃあそれをど使用する際にどういうふうに使用したらいいのかわからない、えー、再利用が可能であるのか、えー、もしくは再利用する際にどのような条件があるのかということは明記されていないために 何か自分の使いたいように使った時にそれに対してクレームがついてしまうのではないかという心配があるとなかなかデータの採用は進みません。ということでデータの問題点として一番目の問題点の解決としてデーータフォーマットの標準化とということを進めておりますそれはデータフォーマットだけではなくそのデータに対する説明メタデータについても標準化を進めようということを行っております。 またデータを集めるための仕組みということでなかなかこちら NBDC だけの取り組みでは難しいんですけれどもぜひとも公的な資金の行いだ研究につきましてはデータはぜひとも公開してくださいともしも必要であれば NBDC の方でも公開する場所を提供することができますということでそういう働きかけも行っております。 こちらについては状況を少しずつ改善しているのかなというふうに思っております。でまた3番目の問題への解決策としましては利用条件のの標準化ととと明示というものがととてもがて大事になりますでなかなかそのデータベースの著作権というのはなかなか議論があるところです、えっと国によっても仕組みが違います。日本の中でもデータベースにし認められるところと認められないところということがあります。 ただしです、ね、なかなかそのデータをじゃあ実際に出した方の努力というのも当然、大事にされなきゃいけないわけですから NBDC としましてはデータ作成者の著作権の表示をきちんと行っていこうとで行った上えでその再利用についての条件例えば商用,に商用で使えるのかもしくは非商用に限るのか。 公開の条件、引用の方法、そういったものを明示することによって使いやすくしようじゃないかということを行っております。この点についてもう少し詳しく説明させていただきますと、<laughs> NBDC では再利用と共有を促進するために、クリエイティブコモンズという仕組みを用いております。このクリエイティブコモンズは著作物に対して再利用と共有を促進するために、 著作権というのはなかかなのでこれまでその著作権があるかないかマシ c で表示されているかもしくはパブリックドメインとして完全にフリーかという2つの選択しかなかったので非常に使いづらいところがありましたその代わりにです、ね、この CC の仕組みの中では著作者が利用条件を明示することでその条件を守るならば自由に使ってよいと。 えー、いうことを、えー、明示する仕組みとなっておりますで。具体的には利用に関する条件を表す4種類のマークを組み合わせて、えー、6つの、えー、段階、えー、使える自由度の段階というものを設定してあります。その4種類のマークというのはまず表示誰の著作物であるかということをきちんと作品クレジットを表示すること。 でそれが非営利、営利目的での利用をしないこと、改変禁止、元の作品を改変しないことで、継承、元の作品と同じ組み合わせの CC ライゼンスで公開することという4つの組み合わせで作られております。まあ、この4つを組み合わせて利用条件を示すのがクリエイティブコモン m の枠組みでして、実際この講義資料自体も えー、CC by という、えー、条件のもとで公開しております。CC by が何を表すかについてはちょっと次のスライドで、えー、見てみたいと思います。NBDC では、まあ、この資料 CC by ですけども主に3つの、えー、条件を、えー、用いております。で1つ目は、えー、CC 表示継承、えー。今一番上に載ってますが、えー 我々が用いている中では利用の自由度が最も低いものとなりますが、作成者 URL などのクレジットを表示すること、またその二次的に作られた作品は同じ CC 表示継承で配布することというものを求めるものです。二つ目は CC by CC 表示というもので、こちらはクレジットを表示すること。でまた三つ目としては CC0 という条件も用いております。 こちらはまあ条件といいますか利用条件なしということで自由に利用可能であると、まあ、パブリックドメインとして利用可能というもので NBDC では主にこの3つを用いております。なかなかこの解釈がこの簡,簡単な説明だけだと難しいんですけれどもまあ e a t i v e Commons j a というものがありますのでそちらの方も ご参照いいただければと思いますであくまでもこれは、えー、著作権の今までの、えー、フルな、えー、権利が、えー、保持されているよというものを少し弱めるためのものですのですで、えー、に法律で規定されている著作権よりも厳しくするということはありません、えー、なのでもちろん法律で認められている範囲での引用とかそういったものを制限するものではないとそれでもさらに、えー、緩く えー、設定すすることとと可能という枠組みとなっております、えー、それではですね、ここから先ほど紹介した3つのサービスについて詳しく説明していきたいと思います。えー、それぞれのサービスについての説明の後には実際に手を動かして、まあ、簡単な実習を行っていただきたいと思っております。でそちらもとても非常に簡単な作業ですので、もし、えー、先にどんどん終わってしまったようでしたら、ご自分の興味に従って自由に検索ですとか、 サービスの利用もしてていいただければとううふうに思っておりますこれから紹介するサービスどこにあるかといいますと、まあ、今これ映しているのは NBDC のポータルサイトになっておりますデータベースのカタログ一括検索一括ダウンロードというものはこちらのポータルサイトの左上のところによく使うものをまとめて紹介してあります今おそらく皆さんブラウザ開いてると思いますのでそちらの新しいタブで えー、を開いていただいて、まあ、NBDC と検索していただくとおそらく一番上に出るのではないかと、えー、一番上じゃなくてもまあ1ページ目には出るかと思いますのでぜひ今のうちに NBDC のポータルサイトを開いておいていただければと思います、まあ、その他にもですね40種類以上のサービスですとか生命科学のデータベースの、えー、紹介というものもしておりますでごく一部を除いては登録も不要ですしもちろん使用も無料ですので どこからでも誰でも使えるサービスになっておりますので、えー、よろしければこれからぜひご活用いただければなというふうに思っております。で先ほどのスライドに戻りますがどんなデータベースがどこにあるかわからないというものに対してデータベースのカタログというサービスを行っておりますということをご紹介したかと思います。 まずはそのデータベースのカタログの方に行っていただきたいと思います。場所としては先ほどご紹介したこちらですね。ポータルサイトの一番左上の場所をクリックしていただければ、カタログに飛ぶかと思います。<laughs> こちらのカタログどういったものかといいますと、まあ、インテグバイオデータベースカタログと正式名称を言いますが、国内外の生命科学系のデータベースの所在情報ですが、説明情報を提供しているものです。 データベースのデータベースという言い方も私たちしております大体今収録のデータベース数で1,500件以上で特に国内のデータベースの情報を整理することを目的としておりますので国内のデータベースでも1,000件以上のデータベースを収録しておりますその中に記述項目として名称 URL 運用期間名やデータベースの詳しい説明などを載せてあります でまあ、データベースをキーワード検索したり、まあ、分類を用いて絞り込み検索で探すことが可能とで。記述項目はダウンロードすることも可能ということになっておりますので、ちょっと実際にこちらの方にぜひつないでみていただければと思います。でカタログのページに行きますとこんな感じでページ構成されているかと思います。 これはちょっと数日前にキャプチャした画面ですのでひょっとしたら現在とは数が異なるかもしれませんがこの時点でデータベースの収録数は1569件,15件です、ね、となっておりますで。こちらのトップページ3つの領域から構成されていますで左側は検索と絞り込みのための領域となっています。 こちら左上に一覧内を検索するというふうにありますがこちらにキーワードを入れて検索していただければそのデータベースに対してついている説明情報の中から合致するものを検索して調べることができます。でまたその下にはです、ね、一覧を絞り込むというふうに書いてありますがこちらは例えば生物種,生物種であるとか対象とするものがゲノムなのか遺伝子なのか はたまた転写物なのかと、たんぱく質なのか、そういったものを絞り込むことができます。で、そうやって選んだものが、現在デフォルトですと、登録順にただ並んでいるだけですけれども、左側に選択したものが真ん中に結果として表示されてきます。 でまあ、右側はですね、メニューですとか、新着情報といったようなものを掲載してあります。で、えー、まずこれ、例えばですね、この画面,面でちょっと先にこっち来ましょう <laughs>、えー。左側、生物種の中で、えー、もしもこのウイルスまで見えていなかったらですね、生物種のところへプラスマークをクリックしていただくと、その下開くかと思いますが、 例えば仮にウイルスというところをクリックしてみますと絞り込まれてこれは49件にまず絞り込まれた状態です左側で選択した分類項目というものは赤くマークされておりますでこれどんどんあの足していけばですねこちらの項目を選ぶだけでデータベースの種類を絞り込んでいくことができるようになっておりますでまあもしも、えー たくさん選びすぎたけれどもこの項目いらなかったもしくは全部クリアしたいというときにはですね左上全条件をリセットのところを押していただければすべての条件はクリアされますしその下に生物種でウイルスというタブのようなものが出ていますこちらのタブのバツ印をクリックしていただくことでも条件を1つずつ選んで削除することも可能です でえー、今ですね、えー、こちら、ウイルスをもをクリアした状態で、えー、一全条件をリセットした状態で、主要というふうに、えー、入力して、キーワードで検索している画面になります。まあ、今、これ、説明上、主要でやりますけども、あの話を聞きながら、例えばこんなものというのがあ,ありましたあの、実習の時間ではないですけど、まあ、適当に検索していただいても構いません。 でこうやって検索を行いますと、データベース情報のどこかに主要という言葉が入っているデータベースが17件出てきます。えー、例えばタイトルかもしれませんし、もしくは、えー、その説明の文かもしれないとで。今回はですね、この中から P-Direct というプロジェクトを例にとって説明していきたいと思います。で今、えー、検索から出てきた結果を、えー 少し拡大して見ていますけれども、これはまあ文科省の次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラムで行った人資料についての全エクソンのシーケンスなどのデータを掲載したデータベースになりますで、えー。項目の中でサムネイルの画像ですとか、もしくはそのデータベースのタイトルをクリックしていただくとオリジナルサイトへ。 リンクして飛ぶことができるとでまたその中に「詳細へ」というふうに書かれた部分をクリックしていただくとこちらは NBDC の方で作成しました各データベースの詳細な説明事項のページに飛ぶことができます自分が何かデータベースを探している時に果たして検査で出てきたものが合致するのかしないのかということを簡単に判断していく いただくためにはこちらのまあ詳細画面でその大まかな内容を見ていただくのがわかりやすいのではないかなというふうに思っておりますでまあそそちらの詳細画面を出しておりますけれどもこの説明文につきましてはデータベースの内容を見ながら NBDC の方で新たに書き起こしたものとなっておりますでこのページに検索されている文字列に対して先ほどのキーワード検索というものが行われております でまあ、他の使い方としてですね、カタログの、えー、今ご,、えー、ご覧いただいたカタログの説明情報というものを、えー、まとめてダウンロードすることも可能になっています。でまあ、データベースの中身に興味があるという方にはあまり関係ないかもしれませんけれども、えー、こういったデータベースが存在するというデータを組み込んで、何か新しい二次データベースですとか、新しいサービスを作ろうという方には、まあ、ひょっとしたら有益かもしれないということで、一応、えー 公開しておりますでこちらの内容については NBDC で作成したものですのでパブリックドメインということで一切の制約なしに二次利用していただけるようにしております。ではまあ今非常に簡単な内容なんですけれどもカタログの使い方の実習を行ってみたいと思います。 先ほどのカタログのトップページでまず左側の絞り込み検索を使ってですね実習の位置をやってみていただきたいと思います。条件が2つあります植物今本当にこにポチポチっと2か所クリックするだけなので今もうこの場ですぐできてしまっている方も多いんじゃないかと思います。 まあ答え合わせというほどのものではないので、どんどん先進んでしまいますが、まあ、植物でギャムに関係するデータベースはおそらく43個あるんじゃないかなというふうに思います。すみません。ちょっと数日前のことなので、ひょっとしたら数字は違っているかもしれません。そのうち日本国内で作成されたデータベースはいくつ存在するでしょうか。えー、こちらもですね、左側の絞り込みの中をずっと下の方を見ていただきますと、データベース作成期間の地域といった項目があるかと思います。 でその中で日本国内というところを選んでいただくとまた検索結果のデータベースの数が変わってくるかと思います。でまたですね、データベース、えー、安定して運用されるのは非常に望ましいんですけどもどうしても運用は途中で停止してしまったり公開が中止されたりということもあります。ですので今、カタログに載っている中でそのいくつが稼働しているかということも非常に大きな情報かと思いますので 絞り込み項目の中では稼働中であるかどうかということも選べるようになってますのでちょっと稼働中の部分だけ選んでいただきたいと思いますおそらくですねその地域までを選んだ時点でですね検索結果を上から下までずらっと見ていくとおそらく運用が停止中であるとか 中止してしまったというようなデータベースもちょっとポロポロ見つかるのではないかというふうに思います。ちょっと実際の画面で見てみたいと思います。今これは植物とゲノム、左側で植物の部分とゲノムの部分が赤くなっているのがわかるかと思います。で、さらにその中で日本、地域は日本で稼働状況は稼働中というもの。 を選んでおりますこのキャプチャーを撮った時点では24件あったようですねちょっと今,今現在どのくらいかということは、えー、ひょっとしたら少し数ずれてるかもしれませんがこんなふうにしてカタログというものは使うことができます今もうこの実習、えー、どんどんあの終わってしまったよという人はですねぜひご自分のですね、えー、興味のあるようなキーワードを入れていただくもしくは左側 で生物種をいろいろと選んでいただいたりカテゴリーを選んでいただいたり、まあ、データの種類として発言情報なのか、えー、配列なのかといったようなものも選べますのでこういったものを選んでみていただければいいと思いますデータベースというのはなかなかそのデータベースを探すというのは難しい問題で一般的な検索で例えば Google なんかで検索してもなかなかそのデータベースを探し出すというのは難しい 作業かと思いますで皆さん普段あのお使いのデータベースというのは非常にあの使い方もお詳しくご存知かと思うんですけれどもなかなかそれってこう研究室で先輩から後輩にこう伝えられたりとか教授からあの学生さんに伝えられたりとかっていうことでなかなかすでに知っているものがどんどん伝達されているけれどもそこから一歩踏み出して何か新しいデータを見つけたい自分でこのアイディアがあるけれどもそれに関する基礎的な 情報を知りたい基礎的なデータを知りたいっていう時になかなかその、えー、どなたかこう他の研究者の人に方に聞くとかなかなか選択肢が狭いものかなというふうに思うんですけれどもこういったカタログ使っていただきますと、えー、なかなかどんなものでも見つかりますとはなかなか言い難いんですけれども国内の生命科学系のデータベースであればかなりの部分は網羅してありますので。 きっと皆様のお役に立つこともあるんじゃないかというふうに思っておりますもしも、えー、よろしければこのあと休憩時間ですとか本日より後にでも試しに使ってみていただければなというふうに思いますでおまけとしてカタログをダウンロードするというのもつけていますが、まあ、こちらは おそらく興味のある方はそれほどいらっしゃらないと思いますのでもしよろしければということでご案内だけしておきます次は主なサービスの2つ目データベースの一括検索ということをご紹介していただいきたいと思いますでなかなかですねあちこちのデータベースを渡り歩いて検索するというのは、えー、手間がかかってしまうということで 生命科学分野のコンテンツの対象として検索を行ってやるとさまざまなデータベースの中を文献ですとか特許情報と合わせて一括検索できるもので検索対象となっているものは現在588件となっておりますですねもう一つの特徴としてキーワード検索キーワードの日英の相互翻訳というものをライフサイエンス辞書のデータを用いて行っておりますので日本語を入力すれば え英語の文献を検索することも可能とで。もちろんその翻訳したくないんだ、日本語の情報が欲しいんだということであれば、えー、もちろん翻訳をオフにすることもできます。でまあえー、一般の検索エンジンにあるような絞り込みの機能ですとか、類似キーワードの表示といったような、えー、機能も搭載しております。で、 私たち、この横断検索についてはです、ねまあ、分かりやすいように生命科学の Google 検索ですよとちょっと大きなことを言ったりするんですけれどもじゃあ、えー、本物の Google と何が違うのかと言いますと例えばまあモデル生物のマウスについて知りたいと思っているとただし Google でマウスと検索してしまうと、まあ、上の方に出てくるのは大体 PC の周辺機器としてのマウスですし、まあ、上の方に出てくるのは通販の情報なんかが多いわけです。 もちろん、えー、Google というのは別に生命科学に特化しているわけではありませんので学術情報を調べようと思ったときにどうしてもノイズが非常に多くなってしまいますでまたです、ね、Google ですとか、まあ、Yahoo といったような一般の検索サイトでは、えー、表層ウェブといわれる、まあ、ウェブの情報の一部しか検索対象にしていないということが指摘されております、えー、ただしです、ね、今そこの右上の図に書きましたように データベースというのは非常に階層構造になっておりますのでその表層よりも深いところに実は自分の知りたい大事な情報というものが格納されているということが非常に多いですなので、えー、横断検索ではですね、まあ、ある程度の深さまではなかなかそのデータベースの一番奥まで、まあ、なかなか難しいんですけどもある程度の深さまではインデックスということで検索の対象とするための情報を引き出しております Google ですとかヤフーですとか、まあ、世間にはいくつかの検索サイトありますけれども、えー、Google であっても公開されているウェブの大体53%程度しか検索できていないとでここに載っているような3つのメジャーな検索エンジンを使っても大体、えー、検索できるのは70%ぐらいこれはもう公開されている何の制限もなく公開されている情報であっても70%ぐらいまでしか検索できないというふうに 言われれてておおりりまますすというかそういうようううかそよな研究発表もされておりますつまりどうしても一般的な検索エンジンで行う検索というのはノイズが多くて意図したものと異なる上に網羅的でもないという特徴を持っておりますので生命科学分野の情報を調べるためには私たちの方で提供している横断検索というものをご利用だ 推薦しておりますというか、えーそうですね、網羅だけもないし意図したものとも異なるということになっております。でデータベース横断検索の対象としておりますのはこちらで示したようなデータベースです。まあ、文献情報が多いんですけどもその他特許情報ですとかもしくはご協力いただいた学会さんからは学会用紙の提供というものを受けております。まあ、下の方のゲノムですとかパスウェイといったデータベースに関しては その例えばゲノムの配列自体ではなくてそれに対するまあメタデータの部分どんな遺伝子のどんな情報ですよという説明の文章の部分を検索対象としております。こちらの数字はまあ古いものですので一つの傾向としてご覧いただければと思います。 実際に横断検索を使ってみたいんですけれどもデータベースサーチ、ここにありますけれども、実は本日非常に多くの方受講されていますので、これだけの人数が同じタイミングでこの同じサービス検索かけてしまいますと、サーバーの方にかなりの負荷がかかってしまいますので、今回はですね講習会用にデータ量を絞り込んだ検索サイトを作っておりますので、そちらをご利用いただければと思います。こちらですね今ま資料 を見ながら URL 手打ちしていただいてもいいですし先ほどご案内した講習会の資料ページ一つタブで置いておいてくださいというふうに申し上げましたけれどもその中の下の方にですね私の講義の部分で横断検索講習会用12というものがありますこの講習会用の12どちらも内容としては一緒ですので適当にあのばらけていただけるといいなというふうに思いますので どちらかにアクセスしていただくかもしくはこちらを手打ちしていただくとバイオサイエンス DBC.jp で DB サーチでニューの1と2というものになっております <laughs> こちらの資料ページから飛んでいただくのがよろしいかと思います 今回、資料に紹介しているインターフェースはその本番サイトの方ですので講習会用のものとは少し検索結果と異なってきますのでそちらはご了承くださいで横断検索ページですね、えー、基本的に非常にシンプルな検索ボックスがあってその他にはまあお知らせが載っている程度となっております 五つのサジェスト機能がありますので、まあ、例えばインフルまで入力していただくと、まあ、インフルエンザまでインフルエンザのウイルスワクチン菌・肝菌そういったものもおそらくサジェストされてくるのではないかというふうに思います。で検索ボックスの下にです、ね、検索の種類としてデータベース検索とヒット件数検索というものがあります。 データベース検索では実際にデータベースのレコードに対して検索を行うことができます。ただ、やや時間がか,かかる可能性があります。しかし、最初からですね、持ちるキーワードが非常に一般的なキーワードのために、最初は非常に大量のヒットが予想されるというような時にはですね、はじめにヒット件数検索というもので、検索結果の大枠を把握していただいて、まあ、そこから絞り込んでいくというのも、 いいかなと思います。まあ、その使い方についてはこの後少しご説明いたします。まあ、デフォルトではデータベース検索となっておりますので、まあ普段はそのまま検索していただければいいかなというふうに思います。まあ、上のところにはですね、まあ、ヘルプですとか、まあ、先ほど紹介したようなデータベースの一覧、まあ、モバイル版の紹介、英語版の紹介といったようなものもありますので、こちらもよろしければご利用ください。 まあ非常に検索、先ほどのシンプルな画面で Google と同じようにキーワードを検索するだけでもいいですし、まあ、一応詳細検索というものも準備しておりますのでご紹介いたします。まあ、こちらでは先ほど申し上げましたように日英翻訳をオフにして日本語のレコードだけがヒットするようにしたり、もしくは対象 DB を絞り込んだり、もしくはその更新時期で絞り込んだりといったようないろいろな 機能がありますもしもこの後ご自身でご利用する際にはこちらの機能も適宜ご利用いただければと思いますこちらヒット件数で検索した時にこんな画面ですよということだけご紹介したいと思いますヒット件数で検索しますと えー、そのデータベースのカテゴリー一覧が出ましてその各カテゴリーごとにどれだそのデータベースのカテゴリーをプラスで選んでいただくとさらに中細かくデータベースの種類が分かれておりますので、えー、サブカテゴリーを展開していって頂けると大体、えー、いいご自身の欲しい情報 に絞り込むことができる。な適切な数まで絞り込んでいくことができるかと思います。していただくと、おそらく400件近くのヒットがあるのではないかと思います。で、そのヒットした内容を見ていただくと、日本語と同時に英語の綴りでも検索されているということがご確認いただけるかと思います。 キーワーワドを英語に変換してても検索を行っておりますでその時に今、えー、関連情報というふうに言いましたが右側の縦のカラムのところにはですねさまざまな関連情報へのリンクが設定されておりますでその時にですねその下の方を見ていただきますと、えー、外部サービスを使った検索についてということはありますでその外部リンクの中にですねこれも同じく JST で 運用しております J グローバルというデータベースがあります。で例えばこの J グローバルをクリックしていただくともうクリックした段階でですねインフルエンザの日本語表記および英語表記でその J グローバルというデータベースの中を検索した結果というものが出てきております。 ここちらでもでも、ね、な関連情報を検索すすることができま J-Global の場合ですとやはり関連語というもので関係しているキーワードを検索に加えたりもしくはこういうところでこう言葉を足したり引いたりもしくはです、ね、その種類として全てのそれとも研究者情報なのか文献なのかというようなことも検索することができます。 ただし生命科学情報に絞ってあるわけではないので生命科学分野に絞った検索を行う時にはやはり NBDC で提供している横断検索の方をご利用いただければなというふうに思います。今度はちょっと今インフルエンザということは入れていただきましたがもう少し違うキーワード P53 がん関連遺伝子ですけども P53 を入れてを いただくと検索していただくと中央部分にはキーワードで検索した結果が表示されます。それから右側にはですねさまざまなデータベースのリンクというものがあります。まず一番上には P53 自体が出ていますがその下にはさまざまな P53 のバインディングプロテインですとかそういうようなものに関係した遺伝子名がずらっと並んでおります。 それぞれについていくつかのデータベースへのリンクというものが貼られております。で、この中、例えばですね、いろいろ行っていただくと、NCBI のページですとか、HUGO のページですとか、ユニプロットのページですとか、それぞれいろんなところに行けると。 いうことで横断検索もその検索結果を調べるだけでなくさまざまな情報にアクセスするためのハブとしてもぜひご利用いただければなというふうに思いますで、まあ、講義の最後にと言いますか休憩時間などにです、ね、ぜひご自分の興味のあるキーワードについて本番の方の横断検索でいろいろと検索していただければと思います今試したもの 講習会用のページで検索できるのはです、ね、ごくごく一部のデータベースですので今検索してみてなんだ結果ずいぶんしょぼいなというふうな感想を持った方もです、ね、ぜひ本番用のサイトで後ほどご利用いただければなというふうに思います横断検索の担当者はぜひモバイル環境でも使っていただきたいというふうに言っていましたのでスマホに対応したバージョンも作成しております現在まあ情報の検索はスマホでという方も多いかと思いますので 先ほどのページの右上のところからモバイル版アクセスできますのでそちらもぜひご活用いただければと思います主なサービスの3つ目としましてはデータの一括ダウンロードができるサービスというものもご紹介しております正式名称としましては生命科学データベースアーカイブというものになっています収録しているデータベース数は119件 で国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるというサービスになっております。いろいろなプロジェクト等で、えー、作成されたデータベースで、ただそのプロジェクトが終わると同時に、えー、資金が途絶え、その結果プロジェク、えー、データベースの公開も終わってしまうということは、まあまあ見受けられることであります、えー。ですので、せっかく座って一度は公開されたデータベースですので、えー、私たちの方で丸ごとデータベース預からせていただいて、えー、ダウンロードして使っていただけるようにしようと。 もしくはバージョンアップを続けているデータベースだけれども現時点で一度公開して皆様にダウンロードして使っていただきたいというような要望もあってお預かりしているものもあります。CSV 形式ですとか後ほどちょっとご説明しますが RDF 形式といったものでデータをダウンロードすることが可能です。 でそれぞれデータベースやデータについての説明というのをデータをお預かりする際にメタデータをしっかりつけてくださいということをお願いしてあります。でまたその利用については一定のライセンスで配布できるようにということで利用許諾も統一化していただいております。ですのでそれぞれ書いてある条件に従えば迷うことなくですねご自分の研究に使っていただくことができるというようなデータの集まりになっています。 中に入っているデータはこんな感じになっております。こちらもあくまでも概数ですのでご参考までにということでご紹介いたします。場所としましては先ほどはカタログ横断検索の下に並んでおります。先ほど NBDC のポータルサイトもぜひタブでというふうにご案内したかと思いますがそちらから えー、行っていただけると、えー、こちらのページにたどり着けるかと思います分、まあ、からなくなったら LBDC で検索していただければ、えー、すぐに出ますでアーカイブこんなような画面なんですけれどもまあ、えー、少しこちらのアーカイブ使い方複雑な部分もありますのでこちらは説明しながら同時進行で実習の作業も進めていきたいと思いますでまずはこのトップページからまあ使える機能というものを五つほどご紹介いたします 一つ目としては、こちらデータセットが表形式で出てきておりますで。こちらもデフォルトですと、搭載しているものが全て新着順に並んでおります。でたしそれぞれについて説明がきちんとついておりますので、それに対してこちらのキーワード検索ということで、検索窓から検索を行うことができます。でまたですね、 検索結果、まあ、デフォルトの状態もですけれども、こちらに各項目、名前であるとか、運用機関であるとか、代表者、生物種、いろいろ項目ありますので、その項目の隣の矢印をクリックしていただければ、その各項目ごとによって相当を行う、照準、高順で相当を行うことができます。ですね。えー 右上の検索窓からはアーカイブに収められたデータベースのうちです、ね、簡易検索機能というものを持つものについて一括検索が行えるようになっておりますデータベースただ丸ごとダウンロードするだけでなくてちょっと簡単な元のサイトとは少しインターフェース違いますけれども非常に簡単なインターフェースで検索する機能というものもついておりますのでそういったものについては 今度は右上からそのアーカイブの中を横断検索することができるということになっております。またその下にはですね、配列を、配列情報があるものに対して相動性の検索をしたりですとか、画像を含むデータベースについては、その中身をまた別途検索したりというようなこともできますので、ちょっとこちらも実習では扱いませんが、ご紹介だけしておきます。簡易検索はこんな画面で、配列を含むデータベースに関しては、こうやってブラストを。 サーチをかけることができますまたイメージ検査、イメージに絞り込んでのキーワードで画像を含むデータベースを中を検索することができるという機能も持っております。ただですね、今回実習の方では、まあ、使い方の、まあ、メインな使い方というものを紹介していきたいと思います。えー、実習の内容としましては OpenTG Gates という データベースのさらに病理情報のデータからハイパートロフィーということで肝細胞肥大を示したデータを絞り込んでダウンロードするということを行いたいと思います。でさらにその際のデータにつけられた病理画像も確認しようということを行いたいと思います。ただこの画像データは非常に大きなサイズになっておりますのでご覧いただくのはいいんですけどもダウンロードは皆さん一斉にダウンロードするとやはりサーバーに。<laughs> 負荷がかかってしまいまいすので講習会の間は試さずもしよろしければ後ほど休み時間にでもお試しいただければと思いますそこにちょっと書きましたが利用するデータベース OpenTGGates こちらは170の化合物をラットの個体およびラットや人の幹細胞に暴露した際の遺伝子発現と毒性のデータベースということになっておりますえー 先ほどのトップページアーカイブトップページで一覧の検索の中でこれも打ち込みながらおそらくすぐに検索がかかると思いますのでオープン t g g ー t e 調べるために多分オープンかオープンぐらいまで入れての検索でもうすでに3件ぐらいにまで絞り込まれてくるんじゃないかというふうに思いますまずはですね、えー 先ほどから、まあ、利用許諾がちゃんとしてないと使いにくいですよねということを何度も申し上げてきましたので、えー、こちら、えー、検索結果3番目が OpenTGGate のデータベースですけれどもそちらの右側の絡む利用許諾のところ詳細をちょっと調べてみますとで、まあ、CC 表示継承と書いてありましてそれが一体どういうライセンスなのか何が許されているのか、えー <laughs> またどういう条件を満たせばあとは自由に使っていいのかというものが表示されております。この場合求められていることはクレジットの表示とライセンスの継承であります。で再びアーカイブのトップに戻りましてひょっとするとこれ履歴が 検索の履歴が消えてしまっているかもしれません。その時はもう一度オープンぐらいまでで検索していただければと思います。じゃあ次はデータベースの中身を検索してみようと、あ確認してみようということで、こちらのサムネイルかデータベースの名前をクリックしていただきますと、データベースの詳細情報をご覧いただくことができます。で名称作成者、問い合わせ先など。 でまあ、これらの項目揃っておりますので、データベースの概略を把握しやすいかと思いますし、まあ、どれだけ、まあ、ある種データベースの信頼性を判断する基準であったりとか、もしくは詳しい情報を知りたいときに、どちらに連絡をすればいいのかということもご覧いただくことが可能ですで。もう一度トップページに戻りまして、いよいよそのデータのダウンロードというものを行っていきたいと思います。OpenTGate のダウンロードの部分を えー、クリックしてみます。そうすると大体まあこのような、えー、表が出てきます。ただしですね、ここから先はどうしてもそのデータベースごとに内容が違っていますので、えー、一定のフォーマットには沿っていますが、えー、だいぶ使った感情は違うかもしれませんが、そ,、えー、それについてはですね、ぜひご自身の、えー、興味のあるようなデータベースについて調べていただければと思います。で、この o p e n t g a t の中には数多くのデータセットが含まれております。で これをそれぞれのデータセットについてもうまずはダウンロードしたいんだという方であればこの真ん中にデータファイルというものがありますのでこちらから ZIP 形式で丸ごとデータをダウンロードしていただくことも可能です。 そうではなくてそのデータベースのように使いたいとデータベースみたいに中身を検索して内容を確認してからそれをダウンロードしたいんだということであれば、まあ、右側に検索ダウンロードという、えー、ところがありますので、えー、こちらの中で今回はオープンチージゲートの中の病理情報について見てみたいと思いますのでこの13番の、えー、検索ダウンロードをクリックしていただきたいと思います。 でそうするとですね、えー、こんなような画面で、えー、出てくるかと思います。皆さん、大体、えー、アーカイブの中身の方まで来れていますでしょうか。えー、トップページからオープン t g ゲ a ツを検索で、その中で、えー、ダウンロードページに行き、さらにその中の病理情報というデータセットの 右側検索ダウンロードというリンクに飛んできたところがこれです一応ですねただデータデータが一応中身を検索できるような形で搭載されておりますここでは絞り込みの例としてですね Find の欄にハイパートロフィーとファインディングタイプというものを入れてサーチしております 実習内容として、肝細胞の肥大の情報を見たいので、ハイパートロフィーですね。hyper で trophy ハイパーーロフィーというもので検索。ちょっとこの綴り、もしも,も,しも,ですがも,しも分からなければあの、プリントアウトした方の、えー、紙媒体でご確認いただければと思います。でその時にサーチする条件、項目として、こちらにも忘れずにファインディングタイプというものを選択していただきたいと思います。 でこの2つで選択して、えー、こちら、ちょっとサーチとクリアが近いので紛らわしいですが、まえー、迷わずにこちらのサーチの部分を検索していただきますと、今画面に出てきているような、えー、検索結果の表示画面となります。そうで,すねえー、で、まあ、今、えーこ、こちら、ファインディングタイプでハイパートロフィーというもので検索したんだよということで、検索結果が現れ 表示されておりますでもしも今この検索された条件で絞り込み結果をダウンロードしたいのであればこちらダウンロードの部分にセレクテッドということでありますのでこちらを押していただけると今の検索結果のデータをダウンロードすることができますでそうじゃなくてですね 全てのデータをダウンロードしたいんだと。あそうですこの検索結果のダウンロードは CSV 形式でダウンロードできますので、例えば Excel なんかにそのまま取り込むことが可能です。そうではなくて、一応中身を確認してよさそうなデータベースなので全部ダウンロードしたいだよということであれば、その Selected の横に All というものがありますので、こちらの All を押していただけると、この 病理情報のデータセットを丸ごとダウンロードしていただくことが可能です。で、この All を選んだ場合にはですね、ダウンロードする際のファイル形式を選択することができます。もちろん選んだ情報と同じく CSV、まあ、非常に扱いやすい、人にとって扱いやすい CSV 形式でダウンロードすることもできますし、もしくは JSON ですが RDF 形式といったものでもダウンロードすすることができま RDF 形式どのようなものかといいますと、まあ、機械可読であるようなものです機械でもそのデータの種類ですが情報が分かるような形で記述されておりますので例えば大量のデータを手元に持っておいて機械的にそれを処理していくというようなことを行うためにはこの RDF 形式というものがで使っダウンロードしていただくと ご自身が再利用する際にももしくはそれを何かで公開する際にも便利な形式になるのではないかと思います。でさらにこのデータをダウンロードするだけでなくその時の情報もちょっと見てみましょう画像情報を見てみましょうということでしたので右側のパソロジカルイメージということを部分を押してどれか1つでいいので押していただくとその先の 画像情報のページに進むことができますこの画面こちらからですねこちらからフルサイズで見たりとかもしくはダウンロードすることができますが1枚あたりの画像の重さがギガバイトレベルですので皆さんが一斉にダウンロードするとちょっとサーバーが厳しいのでもし試したければ後ほどお願いいたします。 でフルサイズビューは今これを押していただければすぐに拡大された画像をご覧いただけることができるかと思います。で今この o p e n t g a 2のデータベースを使ってたどっていって、まあ、病理情報まで見ましたがこのデータの構造というのはもうそれこそ登録されているデータベースによってさまざまですのでぜひともまあ百数十件ありますので何かご自身の興味に沿うようなものがあるかということを 探していただいてですねこれからのご研究に生かしていただけるとありがたいなというふうに思っております。えーそうですね、でアーカイブの話をすると、ですね大体どんなデータベースが人気があるんでしょうかというようなお話になるんですけども、まあ、私たちもそれ非常に気になるところですので、一応利用状況というものを調べております。もちろん誰がダウンロードしているかというところは見ません。えー、何件ダウンロードされているかということを見ております。で そちら公開しているんですけれども、えー、今年の7月の時点ですとダウンロードの総数は、えーまあ、約4万6千件ほどで、まあ、人気のあるデータベースというのは、えー、そちらにまあ載せてある通りなんですけれども、まあ、1位はチップアトラスというものなんですけれどもこちらどういうものかというとチップセックで行われた公開データをすべて集めて、まあ、使いやすいように再解析していると。 いうものであります、まあ、これあの2016年の6月に追加された比較的新しいものなんですけども現在非常に人気のあるデータベースとなっておりますでその下にはですね今紹介したような OpenTG Gates 関連のデータセットなども並んでおります、まあ、要因はですね b o d y p a t 3 d というのはですね DBCLS で作成しているサービスなんですけども骨ですとか内臓ですとか で血管といった人体パーツの 3D モデリングのデータを搭載しております、えー。なのでまあイラストとして使っていただくことも可能ですし、もしくは何か人体の中での情報、例えばこんな内臓において遺伝この遺伝子の発現が高いというような時にそのヒートマップとして表すためのデータとしても使えます。で、もしくはあの 3D プリンターに繋いでいただけると。 プリントアウトすることも可能ですので、えー、まあ使い方いろいろあるかと思いますので、まあ、もしよければ人体に関するデータの可視化などでご利用いただければと思います。